And now, full of potential, comes the birth of an all-new Biohazard. そうですね、ようやくグラフィック周りの方が、落ち着いてきだしまして、これからいよいよ、ゲームシステム、あとバランスの調整もろもろに、かなり手を入れていく状態ですね。まあ、半年前に皆さんに情報を出した時には、本当にゲームのグラフィッククオリティの基礎的な部分が出来上がってきたという状態で、ここからですね、さらに、各シチュエーションに合わせた、また各々のグラフィックの詰めをしているという状態ですね。で、今回のバイオハザード5はかなりシチュエーションが多岐にわたるので、最初のバイオハザード1の時がですね、グランドホテル方式っていう、そのある程度洋館の中に限られたシステムだったんですけど、今回のバイオ5はかなりこう外に外に出ていく形になるので、シチュエーションも非常に豊富で、天候とか時間帯もいろいろあるということで、あれを半年前の状態を基準として、さまざまなシチュエーションを作っていってる状態です。今回の舞台はですね、最初に決めるときにいろいろチームの中でもですね、いろんな議論があったんですよ。やはり従来のようにですね、陰湿な重苦しい空気を持たせた方がいいんじゃないかと、それとは全く逆に、次世代機ならではの何か新しいものを見せたいという意見と両方あったんですね。で、その中で、ストーリーと絡めて話を詰めていって、どうしてもそのウイルスの原型というところの話に落ちていくので、であるならば、舞台として、人類が一番最初に誕生したと、これも科学の話ですからね、先でどうなるか分かりませんけど、今のところ人類、生誕の地と呼ばれるアフリカをモデルにして、アフリカのとある地域というところを舞台にしようと。で、そうすることでですね、今までのバイオになかった明るいという舞台が必須になってくるので、明るいというところに挑戦していこうというのがそもそものスタートだったんですね。また確かにね、次世代機になって新しい表現をしようというふうに考えていくと、CG が今まで得意だったのが夜とか、そういうライトが割と明確に見えるところが得意だったんですけど、それだけではやはり表現の限界があるということで、いろんな海外のメーカーさんが明るいというモチーフに挑戦してきたと。で、いろいろゲーム拝見してるんですけど、うちが一番と、未だにやっぱりそれは思えますね。で、何が一番違うねんというふうに言われるとですね、明るいということを、ゲームに組み込むということに関して、うちかなり真剣に取り組んだので、そこに関してやっぱりちょっと他社とは一線を画してるんじゃないかなというふうに思います。明るいというとですね、ついついその明るい部分に強調しがちなんですね。ライトをどうするかとか、明るいところで物がはっきり見えるのかどうだとか、そこに注目しちゃうとちょっとゲーム的になかなか落とし込みにくいということで、やはりバイオらしく闇にスポットライトを当てようということで、明るいということはそれに相応し影ができる、この光と影っていうものが、よくよく考えてみればバイオ本来がずっとゲームとして持ってたテーマだよねというところもあったので、今まではそれがシナリオとかですね、そのゲームの中の流れといった部分で光と影というところが、抽象的に出てたんですけど、今回それより写実的にリアリスティックに表現して、その抽象的だった部分とその映像っていうものを一緒にしようというところで、光と影っていう部分に注目してゲームを作ってます。光と影というと、ただね、明暗があるだけっていうイメージなんですけど、明るいところに人がいると、実は闇の中ってのはすごく見にくいんですよ。目の焦点がですね、瞳孔がこう明るさに対応して閉まるっていうことなので、暗いところにはどうしても見にくくなってしまう。
なのでそこが見えないということは、まあ、実はバイオっていうゲームにとってはですね、何でもないんですけど、他のゲームからすると非常にゲームシステム的に困ることなんですね。敵が見えないとかアイテムが見えないっていうことになっちゃうんですけど、バイオっていうゲームは見えないっていうことそのものがゲームになっているので、その部分にあえてこう注力することで闇の恐怖っていうのはより一層出せるということなんですね。だからまあ目が順応してですね、明るいところから暗いところに入ったその瞬間、目が慣れるまでの瞬間っていうのは本当に見えないゲームなんですよ。だからそこが見えないっていうことがやっぱりパニック的な恐怖を煽るっていう一因になってくるので、それを使ったまあ敵の遊ばせ方っていうのを今一生懸命構築していっているところですね。